どうも、寝起き坊のスタイリストのミシェルユイです。はい、皆様9月に入りましたが、どんな着物を毎日着ているでしょうか。あのね、たびたび夏の初めにも話した気がするんだけど、まあ着物の季節感について今日また話したくなったので動画を撮ってます。基本的に言うことはそんなに変わんないと思うんだけど、まあ気分なんだろう、聞いてみようかなっていう人はぜひぜひ聞いていってください。はい、ということでね、皆様9月着物何着ますか。まだまだ今日ね、撮影日は9月の頭で、もう1週目の何日だっけ、今日5日とかなのかな、なんですよ、6日とかで、ぶっちゃけまだ暑いです。まだまだ暑い、正直浴衣でもいいくらいな天気で、今日は私はジョーゼットっていう生地の一重の着物を着てるんだけど、これまあアンティークのちょっといい着物なので、人によっては汗をつくようなのを嫌がる人もいるかもしれませんが、私は割と着るものは着るべきと考えて着てるんだけど、まあ9月に入ったし一重だけど着ようかなみたいな感じで今日着付けしたんだけど、まあやっぱり暑いよね、ぶっちゃけ暑いよねと言いながら、今週末これで出かけようと思ってるんだけど、で6月とかかなにも一回来たんだけど、その時もやっぱりもう暑かったです。ただ6月の頃の方がちょっとカラッとしてて、6月っていうか、なんていうの、6月の梅雨に入る前ねだったので、太陽の光は強いけどカラッとしてて、割とその時は過ごしやすいなと思いながら、でもちょっと汗ばむよねみたいな天気での時に来たんだけど、やっぱりね9月ね、みんな何着るっていうと、一応さ一重を着るっていうなんかいう風に言うことが多いですが、最近ね真剣に思うことは、体調優先に着物を選ぶのが一番ベストではないかっていうぐらい、真夏の時期は暑かったですよね。で、まあ9月に入ると着たい、もし一重があったりしたら着たいなっていう人もいると思うので、それを楽しみにするのもいいんだけど、なんか無理に一重じゃなきゃいけないから着なきゃみたいなことをせずに、自分の体調とあと行事に合わせて選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、行事って何っていうと、9月の頃ってまだまだいろんなところでお祭りあるじゃないですか。あと盆踊りも今あるし、で盆踊りとかお祭りはやっぱり私は浴衣のイメージなので、そういうところに行くときは浴衣とか、その時期とあとそのイベントことに合わせて、私は何を着るかっていうのを決めるようにしています。でね、今日なんでこの動画を撮ろうかって思ったかっていうと、8月の終わり、私はね、麻の長襦袢に麻の着物を着てお出かけしたんですよ。で、もちろん死ぬほど暑い日だったんだけどまあこれはうまくコントロールするしかないんだけど、電車内に入ったらめちゃくちゃ寒くて、麻のこうなんていうのかな、空気の入りというかこうが通る感じってすごい涼しくしてくれるんだけど、結構ねその汗かいてそれがまあスッて引いてくからいいんだけど、でもねやっぱちょっと肌寒く感じて体調を崩しかねないなと思ったので、なんだろう、ファッションで着物以外でもさ、美しさのためにしんどいハイヒール履くとか、そういう考えもあると思いますが、ぜひぜひ皆さんおしゃれと一緒に合わせて、体調に合わせてとか天気に合わせて、自分のご健康大事、無理をしない、っていう
着物選びをぜひしてほしいなと思ってこの動画を回しました。はい、ということで今日は着物のね、着るものの季節感についてお話ししました。なんか今までと似たようなことは言ってんだけど、一箇所だけ体調優先ではいかがでしょうかって自分で体験して思ったので、動画にしてみました。で、夏場のがやっぱりこう体温の調整がすごい難しいので、なんか実は朝の着物を着た時に難しいなってすごい感じました。夏のエアコンがないようなところでのコントロールがやっぱり得意なんだなって、ちょっとマジでね、うわ寒って思ったんだよね。ずっといたら体調を崩すかもと思って、外に、でもなんだろ、ずっと屋内じゃなかったからなんとかなったんだけど、そんなわけで皆さんぜひ、体調に合わせた、お天気に合わせたって言ったらいいのかな、あと自分のね体、暑さに弱いならもちろん涼しいもの着た方がいいしね、とかそういう感じで着物選びをしてみてはいかがでしょうか。ということで、寝起き物スタイリストのミシェルユイでした。じゃあね、バイバーイ。